ウアースはアングロノルマン人の詩人。ジャージー島の生まれで本土のノルマンディで育った。バイユーの立主自祭として生涯を終えた。ウアースの名前はロバートとされるが伝統的にそう言われるだけで証拠は何もない。現在では名前はウアースだけだったと考えられている。ウアースはメストレという肩書きを誇りにし、メストレ・ウェイスと言及されることもある。 ウアースの作品で現存しているものには以下のものがある。他の作品も因文で書かれ、その中にはアンティオキアのマルガリタ、ミラノ・ニコラオスといった成人の生涯を扱ったものがある。ブル物語はジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王伝に基づいたものである。現代的な感覚からすると歴史書とはみなされないが、ウアースは自分の知っていることと知らないこと、 あるいは知ることのできないことを区別した。ウアースはトロイのブルータスによるブリテン建国をジェフリー・オーブ・モイマスの創造した伝説的なブリテン氏の最後まで語った。この作品の人気の理由は、その土地固有の言葉でアーサー・王伝説を大衆にとって近づきやすいものにしたことである。ウアースは初めてアーサー・王の円卓の騎士たちの伝説に言及し、初めて アーサー・王の剣にエクスカリバーという名前を用いた。しかし、全体から見るとウアースは、ジェフリー・オブ・モンマスのテキストに挿して重大でもない、ディテールを追加しただけだった。ブル物語は、ラヤモンの党員を踏んだ、声援護士、ブルートや、ピエールズ・ラングドフトの年代記のもとになった。歴史家、マシュー・ベネットは、ウェイス・アンド・ー・フェアと題された論文の中で、ウアースは、 当時の戦術をきちんと理解していて、疑似的戦争の描写を書くために考案した戦術の詳細はその時代の戦争の概論を理解する上で価値があると指摘した。ダイアモンによれば、ルー物語はヘンリー2世の依頼で書かれたものだという。ルー物語の大部分はウィリアム1世とノルマンコンクエストに裂かれている。ウアースの言及する交渉の中には家族からの情報も含まれる。 特に、ノルマイ・コンクエスト及び、ヘースティングズの戦いの準備について、記録のみならず、肉親の目撃証言によっていたものと伺える。さらに、ルー物語の中には、ハレー彗星への言及も含まれている。ルー物語があまり人気がないのは、1204年に、本土のノルマンディがフランスに編入されたことで、ノルマンディ広告への関心がなかったことを反映しているものと思われる。 ジャージー島のウアースの記念碑ウアースが使ったアングロノルマン語は様々な人によって古フランス語の方言、ノルマン語の方言、特にゼリーズの先駆と考えられている。ジャージー島の作家たちはウアースをジャージー島文学の創設者とみなし、ゼリーズはザランゲージオブウェイスとして言及されることもあるが、ウアース自身は文語としてゼリーズの発展に先行していた。ウアースは ジャージー島作家の最初期の人物として知られている。ウアースのノルマンディ海岸の軍事的重要拠点についての描写は第二次世界大戦のノルマンディの戦いの初期作戦段階に利用されたと言われることがある。ジャージー島のロイヤルスクエアにあるセーフビルの側面に加工岩で作られたウアースの記念碑がある。そこにはルー物語にあるウアースの記事への誇りが引用され、 刻まれている。ありがとうございます。